しも食べ物が人みたいに喋ったら彼らは何と言うのでしょう。お腹すいた。うしっと食べられそう。クッキーでなんとかなるはず。ああもうたまらない。いただきまーす。ああ心臓止まるかと思った。ああクッキーが床に落ちる。ダメ、落ちる。お助け。いった、絶対タンコブできる。なあでもゴミがいっぱいだ。楽しい、ゴミまみれになろう。拾って食べられるかな。うわ、なんでもうこんなに汚いの。口に近づけるのも嫌だ。うわ、生きてて最高ですよ。汚い。でもまだ食べられるよね。ホコリとか土とかついちゃってるけど。いや、サビオルーム。あの子あれも食べちゃうの。そうよ、映画絶対に行きましょう。うん、そうね。来た、私が輝く瞬間。そのままおいで。しまった。はじめまして、よろしく。いや、ありえないから。足から離れろ。離れろ。瞬間接着剤でも入ってんの。しょうがない、一緒に理科の授業だこりゃ。新しい冒険で楽しい。あーもう集中できない。そっちどうなってんの。実に面白い。ダメだ、何しててもガムが気になる。あんたさ、なんでまだいるのよ。そうだ、犯人はきっとヤス。はあ、一人の時間が欲しい。本日も健康的なおランチ。ターキーハムがジューシー。やっと授業終わった。どうも。え、私、後ろじゃない、私にどうもって言ったの。どうもどうも、私です。あ、鏡持ってないの。鏡とは、ひょっとして顔に何か。前歯ですって。一生の不覚。これだからターキーレタサンドはやはり発見。ちょいちょいちょい、サングラスいるでしょ、マルシーって。金輪際お別れしなくては。オペを開始する。ちょ、危ない、くつろいでんだから。ちょっと立ち退き反対。ちょっと動いた、まだ詰まってる。ほーれほれほれ、捕まえてごらん。逆に噛み返す。それはくぐったやつ。よし、摘出。どんなもんですか。どうもって、もういないんですけど。じゃ、一人でおランチっと。ターキーハムサンド、おいしい。わあ、カップケーキ、誰が食べたの。まるで天国のかけらみたい。甘くておいしい。おかわり、もちろん。おいしい。あれ、自分が取るつもり。よろしい、勝負だ。受けて立つ。どうだか、バカじゃないの。こっちは真剣よ。よこしなさい、私もよ。先に取ったの私。私の方がお腹空いてんの。なんかクラクラしてきたな。お二人さん、落ち着いて。ダメ、私の。殺してから奪いな。たま、エクチュ。こりゃティッシュがいる。いやいや、それあげる。作戦勝ち、どうだか。ああ、おいしい。もしもし、予約お願いしたいの。3時ね、パーフェクトよ。ちょっとママ、危ないって。目ん玉つつきそうだから。卵焼きっぱなし。いやー、いい具合の暑さだな。
ビビデバビデブー。あ、いけない、まあいっか。はい、キャンディー食べる。ブニー、ほんとかわいいな。あれ、なんか焦げ臭い。あれ、なんか熱すぎやしない。どうしよう、ママー、なんとかしないと。ひっくり返すのよね。ビタッと焦げついてる。こりゃ何の騒ぎだ。でも楽しいかも。やっほー、次は宙返り。てて一体何があったんだ。ま、火はしっかり通ったぞ。これはママに怒られる。でもなんか面白い。さて、何か残ってないかなと。あった、完璧な一枚、全部独り占め。よし、一指ね。止まった、これでよし。それじゃダイビング。あー、牛乳が気持ちいい。スマブリ、最高の気分、元気になるな。あ、落とした。どうしよう、指突っ込むの嫌だしな。ま、もう一枚あればいいか。さて、続けよっと。よし、糖分補給ってね。お口でスッと溶ける。私の髪変じゃない、カールのお手入れ大変なのよ。あ、毛が抜けちゃった。でもそういうものよね。ほら、お食べなさい。ありがとう、嬉しいな。おいしい。それからここにも何かあったはず。ああ、この子だったわね。甘いものたっぷりの昼下がり。誰もいないわよね。今がチャンス。いただきます。何か変ね。ああ、お腹がペコペコ、何食べちゃおう。何やってるの。ブロッコリーを使う時が来たわ。あっち行って、ダイエットほっといて。ふう、夢か。まさかここまで来ないわよね。そんな簡単に逃げられるとでも思った。スクワット頑張ってるじゃない。あっち向いてるうちにお菓子食べちゃおう。このチョコ大好き。え、隠さなきゃ。あれ、なんか顔が変ね。ほっぺた膨らんでない、気のせいか。頑張って、まだまだいけるわ。エクササイズって最悪。また見てない。今度はピザ食べちゃえ。これでトレーニングできるわ。ピザは最高のウェイトだから。頑張って、もうちょっと。あれ、この匂いは。まあいいか、続けて。ヒップをよく動かして、回数を記録しておくわね。またチャンスが来た。よし、うまく開けなきゃ。これじゃ食べにくいわ。おいしい、証拠隠滅。よし、着実に進歩してる。ねえ、それ何なのよ。え、別に。顔中チョコまみれなんだけど。え、あの、つい
そう、エクササイズの回数増やしとくね。やだ、そんなの不公平よ。縄跳びなんてしたくないわ。めっちゃ楽しかった。来ればよかったのに。ランチが楽しみ。ちょっと物足りないな。あ、そうだ、はい、ケチャップありがとう。うわ、水が出てきた。なんでこんなことになるの。使ってみる。私はいい。おばあちゃん早く。はい、食べて。なにこれ。こんなの食べられない。これって食べ物。壁紙用の海苔みたい。絶対無理。おいしい。おいしい。食べてみるか。うわ、めっちゃまずそう。まずい、最悪、絶対食べられない。捨てちゃおっと。楽しめるからいいか。バイバイ。グッドショット。うわぁ、何の音。大丈夫。遊んでないで、ちゃんと食べなさい。マジ。どうしよう。おばあちゃんに何か作ってあげよう。グッドアイディア。ダンボールのハートを乗せて、押さえたまま白身を注ごう。白身に火を通してと。よし、オッケー。ダンボールを取らなきゃね。白身を切らないように周りに切り目を入れて、外したら黄身を注いでいこう。注射器を使えばうまくいくわ。ハートを埋めたら火を通すの。いい匂い。おばあちゃん、これ食べて。本当？よくできてるわ。どうもありがとう。食べるのがもったいないわ。落ち着いて。よし、大丈夫。かわいいわね。飲み物をお持ちしました。ありがとう。うまくいった。どうぞ。では注ぎますね。うわ、やばい。すみません。気をつけてよ。もういいわ。待ってください。やっぱりこの仕事やめておけばよかった。バランス感覚が悪いし、やめようかな。ダメ、簡単に諦めないで。トレーニングすればいい。行くわよ。恐怖心に打ち勝たなきゃ。トレーは体の一部。バランスに気をつけて。精神を統一すれば大丈夫。トレーと同化するのよ。痛みなくして、得るものなし。トレーニング完了。よし。今回は大丈夫かな。コーラです。注ぎますね。グラスを上に乗せて、ひっくり返してっと。ゆっくり持ち上げれば溢れないわ。トレーニングした甲斐があった。よし。うわ、すごい。お楽しみください。もう朝か。疲れた。朝食でも作ろうか。卵にしようっと。ちょっとおかしくない？もっと寝た方がいいかも。先に紅茶を飲もう。これだったら大丈夫。まぶたが重くなってきた。寝ちゃった。あれ、ティーバッグは？マジ？これでよし。やっと飲める。おいしい。うわうわ、砂糖入れなきゃ。やっぱり寝ようかな。お菓子でも食べようっと。これで元気が出るでしょう。全然開かない。開いてって。
なんでこんなことに？他に何か作るか。あ、ラーメン大好き。これなら食べられるでしょ。うわ、やばい。嘘でしょ。あ、いいこと考えた。パッケージに穴を開けて。あ、スープを取り出さなきゃ。調味料を振りかけたら、上からお湯をかけてっと。うん、いい匂い。おいしい。お皿がなくても大丈夫。うわ、迷っちゃうな。これにしよう。楽しみだわ。うん、めっちゃおいしい。たかがチョコじゃん。ほら、静かに。あら、それはチョコか。飲食禁止だぞ。マジで？冗談じゃなかったの？飲食は禁止だ。そんなことも知らなかったのか。捨てなさい。わかりました。他のもだ。そんな、無駄になっちゃう。はいはい、これでいい。次はバッグの中身を見せなさい。あ、そんなのあり？まだありそうだな。何か変だぞ。何のこと言ってるの？やっぱり思った通り。なんでバレたの？ゴミ箱行きだ。バレちゃった。嬉しそうにしちゃって。これあげる。おいしい。何やってんの？お菓子よ、秘密を教えてあげる。消しゴムを外してから、ストローをかぶせて、先だけ残してストローを切るの。次はろうそくを準備して、グミ部屋を熱するの。金属のスプーンを使ってね。グミ部屋が完全に溶けたら、ストローの中に注ぐの。こぼせないように気をつけて。固まるまで待ったら、ストローを外す。うわー、ちょうだい。ありがとう。うん、おいしい。消しゴムを食べてるのか？食べられるのか？うえ、生徒たちは変なことするな。すごいパーティーになりそう。すごくおしゃれ。盛り上がりそうね。何か飲む？あ、ピンクレモネード大好き。あれ、開かない。歯医者さんに怒られちゃう。いた！もう飲みたいのに。やっぱり無理か。ちょっとイラついてきた。なんなのこれ。諦めないわ。他に方法があるはず。何やってんの？貸してみろって。見てて。ほら。マジで？はい。すごい。でもこっちは開いてない。あら、乾杯。私の飲む？ありがとう。始めちゃおう。まだ来ないのかな。あ、やっと来た。久しぶりね。話したいことがたくさんあるの。うん、このパスタ美味しそう。そうなんだ。すんごくかっこいいの。私も食べようっと。あのパーティーの時、すんごい服着てたのよ。マジで？あ、エマ？めっちゃ恥ずかしかったわ。エマ？スパゲッティを見た方がいいかも。でもめっちゃ楽しかった。ねえ、手元を見て。どうにかしなきゃ。次は絶対に来てね。一緒に行かれればよかったんだけど。
テーブルマナーを教えなきゃ。美容師になった気分だわ。食べ物が口を開けたらいろいろ言ってきそうですね。どういうことかご覧ください。さあ、世紀の大噴水実験よ。さあ入れちゃってクリス。ああ落ちる。おお、どんくらい落ちてきたの。何があった。バカ人間のせいよ。大丈夫、仕返ししてやるから。炭酸大噴火。うわあ、今日の TikTok 弾けてるわね。でもこのブロッコリーは微妙。あ、落とした。下に入っちゃった。ちょっとゴミついた。って、キャンディーある。去年なくしたと思ったやつ。マディさん、見つけてくれた。いや、ダイエット中。ちぇ、あとちょっとだったのに。野菜の方が体にいい。もしもし、私の方が美味しいですよ。そう言われると、甘いストロベリー味が欲しくなる。しかもほぼ新品だし。ほら、私が欲しいでしょ。ダイエットは明日から。何口かなら。こっちの方がいいはず。あとでサラダ食べればさ。私を愛して。待った、自制心、自制心。私のこと愛してくれないの。こうなりゃ最後の手段だ。ほらほらほら、欲しくなる。キャンディー、ないと死んじゃうでしょ。キャンディー欲しい。そうそう、私だけを見て。一口だけでも。そうね、一口だけなら。さあいらっしゃい、近くに来て。ああ、もうずっと舐めてよっと。ブロッコリーは二度とごめんだわ。ああ幸せ。ねえ、私綺麗かしら。すごく綺麗だよマディソン。ゴージャスな唇。待ってて。ゾウも倒れる匂いしてる。失礼。くっそ、ガムどこ行った。これで大丈夫かな。異常なし。匂いの源はどこだ。見つけたぞ、バイキンが悪さしてるんだ。私が許さないぞ。バブルガム、現れた主な。ぬしししし、俺を倒してみるぬし。なんだ、雑魚か。それはどうかな。ぬし、はあ、当たるわけないわ。それが本気。このパワーに勝てる。そりゃぬしししし、外れ。準備運動はこれくらいね。それどうだ。ぬし、早すぎる。なんつって、まだまだ遅いぬし。優しくしたら図に乗って。さささ、さすがにでかすぎるぬし。はあ、悪は滅びるのよ。他は綺麗かしら。任務完了。うまくいった。よし、で、何の話だっけ。何よ、用済み。おや、新入りだね。はあ、何なの。格好決まってるかな。よし、行くぞ。来たわ、ファーストキス。よっしゃ、勝った。あ、そうだ、これがあったんだったな。なんだ、俺たちのこと見てやがんぞ。いただきます。無限に食べれるな。俺を食おうたってタイヤが下ろさねえぞ。最後の一個。
なんだ、割れない。歯で言ってやる。ディアンディー、ベラボーめー。くっそ、割れる。おととい来やがれ。もう怒ったぞ。割れろ。て椅子の足、これなら。ダメかよ。もう諦めるか、仕方ない。ただいま。お、ピスタチオだ。とといけねえや。もうライット、おいしい。お友達との食事楽しいですね。でも最後の一枚はどうするタイプ？食べていいよ。ありがとう。じゃあ遠慮なく。俺はこっちをもらうよ。辛いやつ乗ってる、苦手なんだよな。そっち大丈夫？大丈夫。なんだここは、面白そうだな。ちょいと熱くしてやっか。そうこなくっちゃな。口の中が火事だ。クリス、あなた大丈夫なの？何か飲み物ないかな。あ、それ牛乳ですか。勝手にもらいます。口が火事なんで。どう、熱源を確認。こっちには気づいてないな。これが俺の役目だ。おい、はあ、なんだ。もうその火消すからな。ああ、せっかくセットした髪が。一丁上がり。私の存在意義は辛さだ。もっと辛くしてやる。学習能力ゼロか。ああ、また。わかったわかった、降参だ。だろうね。うわ、焦った。それ別のお客様の子供じゃあるまいし。辛いの苦手な人もいるじゃんね。うわ、あと2点。くっそ、また負けた。おや、いつの間にこんなものが。おいしそうだな。一つ食べても平気だよな。しかも好きな味だ。そうだ、これだこれ。まあ、ここって素敵じゃない。どの鳩を近づきになろうかしら。どの子も素敵ね。一口目がいつも一番だな。でも二口目もいっちゃう。あなたをお砂糖でベッドベッドにしてあげるわ。もうずっとベッドベッド。それどころか私の印までつけちゃう。いいわね。いって歯にしみる。この歯は一生私のもの。ゴージャス。お次の歯ちゃん待ってて。うわ、歯医者行かなきゃ。甘いのはもういいや。先生、助けてください先生。焼きたてのパンの香り。次は具の番。冷たくて気持ち悪い。レタスとハムを乗せてっと。チーズも乗せなきゃ。このチーズいい匂い。できたわ。うわー、彼とってもかっこいい。彼見てたら大好物を連想しちゃう。これこれ、トマト。トマトにキスしたら彼にキスしてるように感じるかも。俺にキスをするつもり？俺があいつだと思ってるの？違うって、俺はトマトじゃん。でも結構良かったな。サラダにされるよりいいかも。キスしても平気かな。
彼女にこの花あげたら喜ぶぞ。え、あいつとキスしようとしてる？マジかよ。何かないかな。あ、クッキー。マジ空っぽじゃん。他にも何か食べられるものがあるかも。あった、トウモロコシ。電子レンジに入れてっと、数分で出来上がるはず。うわー楽しい、イエーイ、回ってる、ヤッホー。この中暖かくて気持ちがいいわ、最高。え、何？なんか粒が膨らんでるみたい。まあいいか。一体どうなってるの？あ、面白い。あれ、さっきまでは暖かかったのに。あ、誰かいる！最終回がすごく面白かったの。うん、最後のシーンは笑えた。あー、ちょっと荒いな。でもお皿の上にいるよりはマシ。そうかもな。次は何が起こるんだろう。馬が倒れたところ覚えてる？あ、馬のこと忘れてた。どんどんひどくなってきた。なあ、脱出しようぜ。これが出口だ。開くのを待とう。よし、もうちょっとだ。今がチャンスだ。1、2の3。うわー、出たくないけど。いっちゃえ。マジでめっちゃ面白かったよな。うわー、すごい。げ、これは強烈。目が釘付け。どうなっちゃうの？あー、袋から出られてよかった。君、出してくれてありがとう。あっちゃ、手にカスがいっぱいついちゃった。それが美味しいんじゃない。カスだらけにしちゃおっと、楽しい。いつも用意してあるんだ。え、マジ？一人であのレベルをクリアできるわけないだろ。絶対無理、アホだな。はっ、はーん。痛い、どうしちゃったの？頭が痛いわ。床にいるみたいね。あれ、俺のキャンディは？あー、床にくっついちゃった。誰か助けて、私を拾って。あら、新しいヘアスタイルを見て。あー、かけ直すわ。マジかよ、きったね。これはさすがに無理。じゃあまたな。美味しかったのに。うわ、包み紙に戻れたわ。あ、よかった。学校つまんね。ガムの味もなくなっちゃったし、ここにくっつけちゃおう。うわ、別世界に来たみたい。ねえ、元気？引っ越してきたの。ああ、机の裏へようこそ。あ、あそこにも誰かいる。こんにちは、わしは長年ここで暮らしとるんじゃ。みんな勢ぞろいね。ここでの生活は楽しそう。こんにちは、みんな元気？よろしく。あ、静かにして。うん、絶対に何か聞こえたと思ったんだけど。危なかった。みんなパーティー再開。もうすぐサラダの出来上がり。
あ、彼女使うみたい。楽しんでこいよ。わー、何回やってもめっちゃ楽しい。ちょっと軽くなった気分、楽しんでおいで。うわー、すごい楽しいじゃん。これでオッケー。すっげーエキサイティング。うん、このサラダとっても美味しそう。味見してみよっと。うん、薄いわね。もっと塩コショウが必要だわ。うわ、今度は二人一緒だ。今日は出番が多いな。うわ、今日はエキサイティングな日。いい運動になったわ。もう一度味見してみよう。うん、これでよし。ああ、行っちゃうの？バイバイ、またね。キャンディーとテレビ、最高っしょ。ねえ、シッ、アリスにいたずらしちゃおう。偽の毛を脇につけてと、絶対にびっくりするわ。行こう。アリス、元気？うわ、剃ってない。ワックスしないの？そうね、ちょっと貸して。ああ、うまくいった。うわ、吐きそう。引っかかった。わあ、びっくりした。見て。え、アイスを炭酸に入れるの？しかも混ぜてる。楽しそう。アイスとコーラお願いします。すぐ来るはず。どうぞ。わあ、早かったわね。試す準備はできた？ソーダもキンキン。待って、混ぜるの。しっかりつけるよ。すごいと思わない？アイスが離れてきた。クリーミー。味はどうかな？うん、悪くない。ああ、そうだ。ソフトクリームお願いします。きた。もう一つやってみたかったことがあるの。コーヒー豆、おいしいはず。そうかな。いただきます。あんまり美味しくなかった。ありがとう。トライアンドエラーね。ティーナ、これ見て。トースターでチーズトースト作るの。ほら、汚れない。頭いい。作ってみる？チーズトースト大好き。準備 OK？だったらこうしてみない？パンの上にチーズを乗せたら、ほら、味は同じ。チーズトーストはチーズトースト。すぐできるよ。ね、簡単でしょ？私の番。こっちの方が楽だよ。片付けしなくていいし。さあ入って。暖かくなってきた？チーズがとろけてる。ほら見て、しっかり溶けている。ん？焦げてる匂い？ティナ、変な匂いしない？トーストが忘れてた。やだ、大失敗ね。オーブンの火が強すぎたのかも。火事はどこですか？原因はこれか。おお、大丈夫だ。消火完了。これで安心。私にかける必要あった？もう。はい、これあげる。ありがとう。ティーナ、これ見て。ほら、ほら。これをコーラの中に入れて、まだ何も変わらないわよ。できたら冷蔵庫に入れるの。少し待ったら
ほら、ただのコーラじゃなくなった。試してみよう。コーンシロップも準備 OK。 全く同じもの。スタート。入れてみよう。たっぷりね。混ざったかな。緑色の着色料使おう。カラフルになる。 OK。 待って、スプリンクルも入れてみない？ OK。 でも入れすぎないようにね。完璧。あとはシェイクシェイク。乾杯。冷蔵庫に入れよう。また後でね。よし、できた。いい感じかも。テストの時間。せーの、出す。大成功。スプライト味のグミみたい。私のはどうかな。スプリンクル入れてよかった。交換しない？次のライフハックやってみる？もちろん。このピザ美味しそう。でも切り方おかしくない？小さくなったけど普通のピザみたい。やってみよう。冷蔵庫にあるはず。食べないでね。だってケビン、ごめんね。気づくかな。私に任せて。真ん中を切るんだよね。こっちもね。綺麗に切るのがコツ。いい感じ。取ったらくっつける。はい、いい匂い。まだ終わっていないよ。もう少し切ってもバレないはず。それ内緒にしててね。私ももう少し食べたい。完璧。じゃじゃん。私たち天才。何の音？ケビンだ。ほとんど残ってない。気づかれるかな。一応ピザだけど。来た、急いで。俺のピザは？食べてないだろうな。まさか。え、小さくない？部屋で食べてくるね。危なかった。よし、実験の準備ができたわ。じゃあここにコップを動かして。こぼさないように気をつけなきゃ。やったー、実験成功。次は味見をしてみよう。何これ、マジで？すっごくエキサイティング。さあ一緒に開けてみよう。うわー、めっちゃ美味しそう。あれ、なんで普通のアイスクリームなの？さあね、私には地球儀が入ってた。まあいいわ、アイスクリームを食べればいいんでしょ。いつもの通りの香りね。あれ、変ね、食べれないわ。わかった、ピンク色のサングラスをかけてみればいいんじゃない。すごい、アイスクリームがピンク色になった。めっちゃ美味しそう。ピンク色だったら食べられるかも。地球儀を開けてみようっと。うわー、ぷにょぷにょ。それにめっちゃ美味しい。あれ、なんかちょっと変だわ。うわー、こんなに大
きくなっちゃった。うわー、遠くまで見渡せる。あれ、どこに行っちゃったの。すんごーい、立ったまま地球全体を見渡せるわ。よし、3連続勝利。リジ、見て。何？やーん、めちゃめちゃ可愛くない？私の誕生日は3月だけど、そうだな。うわー、リジ？あれ？普通のリジ？ゴージャスな緑のリジ？は？ねえ、これ試してみな。サングラスにしか見えないけど、全然違う感じでしょ。普通のベラ、完璧ピンクのベラ。もしかして同じこと考えてる？お楽しみといきますか。色ってプラスでしょ。やん、素敵。わあ、この部屋いい感じ。しかもキャンディー、髪にマッチしてるし、これめっちゃ酸っぱいんでしょ。でも私頑張れると思う。ちょっと食べにくいね。癖があって酸っぱい。しかも物をくっつけられるんだ。いいね。私はピンクのリップにしちゃおう。さて、どうよ。なかなか豪華でしょ。しかもうまっ。次のお菓子は？お皿からだけど。ちょっと、どうにかしてもらえます？もうチャレンジ終了？お、リジ。え？このおやつはどうかな？こっち見てる！本物の目玉じゃないみたいだね。リアル。なかなかいい匂い。青い目って憧れだったんだ。なるほど。うわ、青が好きでよかったね。ゴミが。どうしてこんなことに。私の髪色も変わるかな。これめっちゃでかいよね。何これ、これ全部食べないとダメ。これってトイレに置いとくもんだよね。長いし、最後までやったらご褒美ある？ちっちゃいトイレ？キャンディー入りの？あんま食欲そそられないけど。うん、舐めたらディップ。甘いか酸っぱいかじゃない？酸っぱ？待てよ、何このライト。見て、天からのキャンディ。人魚みたいにキラキラ輝いてない？
トイレキャンディーが美味しいなんて予想外。髪とマッチしてたらよかったのに。グリーンの方が私って感じ。待って、ストローを引くのよ、公平でしょ。やった、私にふさわしい長いストローだわ。うわ、私は短いストローか。どうでもいいけど、何が入ってるか開けてみよう。え、風船？それどうやって食べるのよ。いいこと思いついちゃった。この針を使うの。うわぁ、何か出てきた。黄色いグミのボールみたいな。なんだかジューシーね。それじゃなくてよかったわ。おい、私のは何だろう。ん、何これ、有害廃棄物。あら、キャンディー大好き。おいしい、全部食べちゃおう。あー、酸っぱい。自分の顔見てごらん。ぶどうみたいに紫よ。ぶどうなんて嫌よ。紫になっちゃった。何が入ってるかな。ちょっと、私のは私が開けるのよ。開けちゃい。ギャー。勝手に私のを開けるからよ。さあ開けてみよう。あら、目玉だわ。グミみたいな感触。なんかこれ楽しい。いい匂いだし。あの目玉を手で持ってるの？怖くないの？うわあ、食べるなんて信じられない。ほら、口から目玉。すぐ怖がるんだから。もう、あなたって変な人ね。ねえ、自分のも開けなさいよ。目玉じゃなきゃいいけど。あら、全然違うじゃない。わーい、綺麗だし美味しそう。可愛いし美味しそう。私にもちょうだい。いや、ダメよ、私のなんだから。ほーら、お箸までついてる。デザートお寿司いただきます。今まで食べたものの中で一番おいしい。目を閉じてる。ザンスよ。ゲット、食べちゃえ。あれ、一個なくなってる。どこに行ったか知らない。さあ、知らないわ。まだ二つあるし、行こう。最後の一個、ザンス。またゲット、バレてないわ。ああ、おいしい。え、最後の一個がないわ。何か知ってるでしょう。知らないわよ。あんたが食べたのに歯が紫色よ。あった。ピンク足す緑は？お気に入りの炭酸。すべきことはただ一つ。炭酸って最高だよね。ワンランク上げてみよっか。口の中がパーティーって感じ。グリーンアップル味最高。カップも美味しそう。
うん、いちご。うん、こういうカップ、いつも使いたいね。眠くなってきた？これですっきりしちゃうよ。なかなかすごいでしょ。大きい。飲んでみよう。よだれが出てきた。ジューシーなサプライズ。ちょっと挑戦。信頼してるスプーンを使うね。これで思いっきり楽しめちゃう。めっちゃいっぱい入ってるね。いい？エキゾチックな島の生活的な？次のラウンドの準備万端。ガム？かわいい。どうやって？これを使えばいいか。ちょっとだけ出してと。うま？歯に悪そうじゃない？歯磨き粉より少しベトベトな感じ。あと泡もなし、ただのベトベト。食べ方が間違ってるのかも。うん。ガムは割ってなんぼでしょ。レジ、魔法見せてあげる。すごいでしょ。見た目を裏切らない美味しさだといいけど。ちょっとちぎらないとね。わたあめのケーキ。変なの。やん、飲み物付き。やっちゃう。もちろん。わたあめは水で溶けるからね。見てて、溶けちゃった。私もやってみたい。豆乳。いただきます。待って、まだ完成してないわよ。リジ、ダメ。何よ、これを入れたらもっと楽しいよ。人生のカラーに乾杯。同じく。どっちが先か決めるわよ。やった、じゃあ私ね。おお、イエローのドリンク。あれ、何かがおかしいわ。ドリンクじゃない、グミだ。あー、すごい。私もちょっと欲しい。お願い。落ち着いて、私もまだ食べてないんだもん。グミグミしてる。おいしい。味気に入った。うらやましい。まだ食べてるな。どれだけかかるのよ。私もお腹すいた。今日は最悪のチャレンジかも。だんだんテンション下がってきた。あ、おいしかった。ほらおすそ分け。あれ、寝てるの？ああ、こりゃガス欠だ。うん、それなら代わりに開けてあげよう。いいね、小さなキャンディーマシンじゃん。
勝手に動かすよ。小さくて可愛い。この燃料なら起きてくれるでしょう。おお、気分良くなった。やった、キャンディーは最高の燃料。あー、めっちゃハッスルしだした。次は一緒に開けよう。わー、大きな卵だ。すごいな、大きすぎない？こっちは小さな箱の山。小さいのも可愛いわよね。うん、おいしい。小さなメッセージ入りだって。うん、かわいいな、すごくロマンチック。素敵な場所で見る日の入り。よし、私のチョコレートサプライズの番ね。うわ、すごい、これは期待以上。真っ青だ、いい匂いもする。いただきます。うん、てぇ、これチョコじゃない。おお、何の騒ぎ。チョコレートサプライズが超まずかった。発泡スチロールってありえなくない？何してるの？私のもう開けちゃうよ。ちょっと、抜け駆けはダメよ。一緒に開けるんでしょ？やった！ハンバーガー！黄色いバーガーは写真に撮らなきゃ。ねえ、こっち撮ってよ。ちゃんと綺麗に撮ってね。オッケー、もう十分、ありがとう。やっと食べられるわ。グローブ装着。よし、競争する。ワン、ツー、スリー、ゴー。勝つのは絶対に私よ。うわー、追いついてくる。うん、おいしいハンバーガーだった。早食いが過ぎるわ。ありえないじゃん。あれ、何か始まった。うわ、吸い込まれる。やばやば、隠れなきゃ。今度は一緒に開けよう。うん、なんだろうこれ。種類、あなたはキャンディーマシンを丸ごともらえたの？そうよ、ハンドルを回してみるわ。見て、2個出た、全部私のよ。おいしい、もう1個食べよう。もう1個、もう1個。おいしそう、私も食べたい。あれ、雨？家の中で？うぃー、ショコラ中よだれだらけじゃない。キャンディーが欲しいなら一つあげるわよ。でもお金を払ってよね。いいわよ、はい。コインをここに入れるわね。ほら、キャンディーよ。払った価値があるわ。そうだ、私の忘れてた。変なスプーンね。ああ、そうか。スプーンをここによく浸すのに。次はここ。ほら、いっぱいくっついた。いただきます。あら、すごくおいしい。ちょっと、ねえ。私にもちょうだい。いいよ、どうぞ。よし、これをかけて。
次は小さなキャンディ。いや、これよりいいのがあるわ。黄色のスプリンクルよ。できた。ほんとだ、おいしい。最高ね。待ちきれないわ。今度は何だろう。落ち着いて、私からね。はじけるキャンディー、面白そう。これすごく楽しいのよね。袋を破って口に入れちゃおう。わー、舌の上ではじけてる。聞こえる大きな音。いいな、私もはじけるキャンディーがいいな。ファンタだ。喉が渇いてたからちょうどいいわ。うん、もっとエレガントに飲もうかな。グラスに入れた方が上品よね。さあ飲もう。あー、すっきりする。いいこと考えた。それジュースに入れてみて。いいじゃない、入れるわよ。わー、キラキラしてる。泡も出てきた。魔法の薬みたいに。はい、ストロー飲んでみよう。あなたが先に開けてみて。ドキドキするわ。何これ、化粧品。それに串。これお菓子じゃなくて本物じゃん。あはは、串を食べてる。別にいいじゃない、メイク直しでもするわ。この口紅変だわ。匂いがお菓子みたい。ってことは食べられるんだ。うーん、口紅が美味しいなんてね。あなたは何、お菓子の口紅よりもいいものなんてないわよ。開けるわよ。オレンジ。あはは、ただのオレンジ。笑いたけ笑えばいいわ。いいこと思いついたわ。鉢巻きをして、準備体操をして。はっ、はっ、ザップ。わー、オレンジからキャンディーが出てきたわ。ただのフルーツよりずっといいわ。すごい、味も最高よ。私は口紅の方がいいわ。待って、その前に対決よ。うん、かかってきなさい。ゆっくりゆっくり待て。どっちの方が早いかな。それ、同じタイミングだったわね。これは何？何だろう。私のは氷の哺乳瓶？飲んでみるしかないか。おいしい。どう？うわ、何かが起こってる。私の哺乳瓶も。すごくない？え？ここは？スーパーパワーが使えるみたい。うそ。私も。やめて。やめてよ。炎の攻撃。私は火の女よ。私は氷の女。そろそろやめとく。ああ、激しかった。氷とすすまみれ。私が先ね。わお、お菓子がたくさん、飴が詰まってる。すごい。こっちはどうかな。私のも一緒だ。世界一の哺乳瓶ね。確かに最高。うん、いい味。外側のお菓子も甘くて美味しい。さすがね。
うっそ、また瞬間移動しちゃった。わあ、かわいい。それにアマゾン、かわいい。ちょっと邪魔くさい。うそ、この雨大きくない？しかもたくさん増え続けている。雨がたくさん。ストップ、今度は。やった、私が先。なんで？なんでも。これ見て、カラフルな哺乳瓶。すごい、同じの欲しいな。わあ、ちょっと違うけど私のもカラフル。哺乳瓶といえばゴム製の飲み口が最高。見て、弾力性がある。私のはストローの方が飲みやすいかも。私はこれでいいや、雨にくっつくから。ねえ、見て、花火みたい。わあ、美味しそう。味が変わってきた。うわ、酸っぱい。大丈夫？ほら、これ飲んでみて。信じられない。はあ、美味しかった。どうしたの？髪の毛すごく綺麗。鏡。わお、人魚姫みたい。ナオミも飲んでみて。カラフルで素敵。自撮りしなきゃ。レインボーから最高。よし、次のを開けてみよう。うわ、今回のは面白そう。私のは空っぽ。あなたのが欲しかったのに。泣かないで、大丈夫よ。二つあって、二人ってことはどう計算するんだろう。繰り上げればいいのかな。あ、X を求めればいいんだ。教科書が必要かも。変数を計算できれば。なんで私だけ。わかった、二つ入ってたから一つあげるわ。でも私は青なのに食べ物はピンク色だわ。ごめん、やっぱり受け取れない。見て、お皿に乗せたからもう空じゃないわ。うお、見て、色が変わってる。すごい、青くなった。でも私のはピンクのまま。じゃあ一緒に食べよう。めっちゃ美味しい。ちょっと待って、また何か起こってる。体の色も変わっちゃった。うわ、私も。私が先に開けるわね。わあ、見て、やった、グミのロールだ。一口食べて広げてみようっと。うわ、すごく長いわね。こっちからいただいちゃおうっと。まだまだ続いてる。ねえ、ちょっと、それは食べ過ぎ。ごめん、美味しそうだったからつい。めっちゃ美味しい。おお、キャンディーの口紅だわ。フルーティーな香りがする。あ、ね、すっごく美味しい。いい香りがするわ。ね、唇に塗ってあげようか。お願い。
何を塗ってもバレないはずよ。食品着色料って便利。おっと、証拠を隠さないと。じゃあ行くわよ。よし、うまくいってる。もっとすごくしちゃおうと。もう何色か使っちゃえ。唇の周りを赤くしちゃおう。さらにその周りを青にしてと。めっちゃ笑える。ねえ、終わったよ。ねえ、起きてよ。ああ、お昼寝気持ちよかった。新しいメイク見たい？え、何これ、これすごい気に入っちゃった。さすが親友、本当にありがとう。というわけでエマが先よ。これ見間違いじゃないよね。何それ、ちっこいおトイレ。でもいい匂いよ。こうやって味わうやつだ。おいしい。フルーツ味かな、甘酸っぱい。ってことは、私は過去一でかい目玉じゃない？エマ見てよ。うわ、目が合っちゃったわ。食べるんだよね、それ。やだ、気の毒ね、ナオミ。一思いに行かなきゃ。もうどうにでもなれ。あ、意外とまずくない。ああ、目の力が宿って。うぅ、ナオミ。ああ、いい気分だ。なんか乗り移ってる。今度は何だろう。うわあ、これは簡単ね。一本目いただきます。おいしい。おお、スルスル入ってく。すすってすすって。ギア上げていこう。すげえ、うまい。ナオミ、フォークって知ってる？こっちの方が美味しいのよ。何？いや、ただ見てただけ。そう。今度は私の番。なんだろう。結構入ってるわね。うわぁ、全部食べていいのね。かわいい。いい匂いだし。お口の中の天国よ。じゃあ一つ目の風船と行ってみよう。え、私に割れって？チェ、ならびっくりさせてやる。さあ覚悟して、でっかい風船いくぞ。え、今？うわ、髪がガムだらけ。どうやって綺麗にしよう。一個もらうわね。3、2、1で、開けさせない。引っかかった。これすごい、超酸っぱいキャンディーだ。これくらい平気さ。まずは1個。ただのキャンディーだろ。大したことないな。全然平気だわ。ちょっと、それ行き過ぎじゃないの？口の中がパーティーみたいだ。あれ、変な感じする。うわ！なんかスーパーパワー手に入った。じゃあどうすんの？目からレーザーで？何をするって？マシュマロ焼けるじゃん。なにそれすごい。こっちは何かな。
同じやつ。でも私は緑か。善は急げってね。うん、甘々々甘い。よし、こんがり行きましたっと。トーマス、一つ私にちょうだいよ。いや、これはいたずらだな。なんだブロッコリーだ。どうしてこうなった？ティナ、何よ、私関係ないし。まばたきしたらそりゃそうなるわよ。いや、いらない。じゃんけん勝った人が開けるルールね。勝った。あ、じゃあいいわ、先にどうぞ。やった、ありがとう。おお、素敵なジュースだわ。ちょうどよかった、喉乾いてたし。あ、おいしい、喉が潤う。あ、いいこと考えた。このスティックで何が起こるかご覧あれ。おお、どうやってるのそれ。見続けてなさい、もうできるから。じゃーん、キャンディーにしたんだ。おお、すごい、完全に魔法じゃん。ねえ、そっちも開けたら。ああ、そうだね。うっ、危ない、爆発するぞ。うう、倒れる。あれ、爆発しなかったわね。するわけないじゃん。でも見た目はやっぱり怖いな。ピンを抜くわよ。やった、爆発しなかった。スプレーキャンディーだ。おいしい。よかったわね。あれ、私のキャンディーどこ行った？完全に台無し。がっかりだわ。あー、でもジュースは残ってた。ドラムごっこはやめて、開けるわよ。うわ、とんでもないケーキ型グミ、ボヨンボヨンする。あー、大きいわね。で、なんで私はバナナ一本だけ？あれ、この皮何かおかしいよね。うわ、バナナグミでいっぱいだ。山ほど入ってる。もう待ちきれない、いただきます。キラキラしてる、美味しいといいな。あー、美味しい。ボヨンボヨン、グミのウェディングケーキだ。あー、いつか私も綺麗な花嫁に。完璧なドレスだわ。グミケーキもここに。今日は私の結婚式だから食べてもいいわよね。あー、あれ、あー、なんで結婚相手が猿なのよ。うわ、妄想がとんでもない方向に。よかった、ただの空想で。うわー、猿がバナナ食ってる。よし、次は何がもらえたかな。やった、ペロペロキャンディー1本ずつ。美しいわ、目が離せない。これ最高の回じゃない。あれ、どうしたの。ちょっと目を離して。起きろ、これならどうだ。起きろ。ああ、ダメだ、風船なら。なんだこりゃ、完全に催眠術じゃん。そうだ、このキャンディーをなんとかすれば。いきます、大きな一口。おお、これめっちゃおいしい。
あれ、今なんか言った？ちょっと、私のキャンディ食べたでしょ。待って、助けるためだったんだから。知らない、そっちの一口もらうからね。何、私の髪がどうかした？色が変わってる。そっちも色が変わってる。色交換するのも結構ありかも。先に開けていい？うわー、ロマンチックな唇、私に似合うと思う？映画のスターみたい。みんなありがとう、ライトが眩しいわ。写真はもう終わりなんてね。おい、大丈夫か？俺も開けちゃおうっと。ハイヒール？これどうするんだろう。誰のかな？見つからないな。お嬢さんたち、靴を探してるのかい？変な人ね。どこに行ったのかな？あ、あんた！履かせてもらえませんか？もちろんですよ。ちょっとやりすぎ！単なる夢だろ？おいしい！いい匂いだな。結構いける。これはなかったことにしよう。ねえ、先に開けるわよ。わかったよ。うわぁ、このキャンディー見て、パズルのピースみたいね。そうだ、パズルは得意だから。もうすぐ完成よ。よし、これで完璧。ねえ、これ見て。ああ、面白いな。待って、もしかして俺も好きだよ、ナオミ。単なるハートでしょ。今度は俺の番だ。美味しそう。青のフロスティングが最高。まだ食べてる最中。なんだこれ、カップケーキの中身を見てみろよ。じっと見つめてる。プニュプニュ、めっちゃ美味しい。本物かと思ったよ。マジで食べちゃったし。俺から開けるよ。ダメ、私よ。じゃんけんする？よし、パーの勝ち。うわ、巨大なロリポップ、すっごい重さだな。いくよ。パリパリだ。でもちょっと変、これ玉ねぎじゃん。玉ねぎだ。え、面白いじゃん。じゃあそっちも開けろよ。あ、何このちっちゃいの。匂いは大丈夫そう。かなりの歯ごたえ。アイディアが浮かんだわ。イモムシは歯が大好きだから。はい、新しい家よ。簡単にくっつくわ。居心地良さそう。うわー、光ってる。蝶に変わった。じゃあ開けてみよう。空っぽ。なにこれ、汚れた古い帽子みたい。うわ、めっちゃ綺麗。よし。待って、大丈夫だよ、見てて。何か変だな。あ、これにしよう。選んでみる？これにしよう。見て、すっげえ、中にはキャンディーが入ってる。帽子枠。待って、まだ他にもあるわ。俺のもある。え、マジ？うわー、くっさい。
あげるよ。いらないわ、キモい。いいものが出そうな気がする。うわ、見て、青い唐辛子よ。辛いのかな。風味豊かね。唐辛子をそんな風に食べる人なんている？少なくとも私のは普通の色ね。でも食べたくないな。私、火を吹くドラゴンみたい。ちょっと、やめてよ。火が怖いの？そうよ、やめて。どうせなら火を利用しよう。バーベキュータイム。うわー、美味しそう。いい焼き加減ね。パンがなきゃ始まらないわ。パンに挟んでマスタードをかけましょう。美味しそう。これなら唐辛子が食べられそう。あれ、サラ？口の中が大火事よ。あらあら、大変。口を開けて。もう火を吹けないわよ。さ、食べようっと。やいはいい？開けちゃおう。すごい、超かわいいし。うわぁ、私のは？一個だけ？ティナはいっぱいもらったのに。何個詰めるかな。よだれが出ちゃいそうだ。天国のタワーって感じ？このまま食べられるかな？おいしい！文字通り口の中で溶けるわ。もう見せつけちゃって。そうだ。うわあ、増やして。うまくいったわ。どうなったかな。大きそうね。そら、大丈夫？めっちゃいい気分。いや、違うかも。笑ってればいいわよ。わかった、ちょっとあげる。ありがとう。次は何かな。ガムのテープ大好き。なんで私のは黒いの？見たことない色だわ。おっと、こっちに来なさい。え、もう蓋で捕まえるか。なんでまだ動いてるのよ。生きてるっての？ごめん、許して。気をつけて、サラ。おとなしくなったみたい。でも2個に増えてる。この味の方がいいわ。うわ、やっぱり生きてるのね。ってことは、私のも生きてるの？開けるのが怖いわ。これガムのテープじゃないわ。でもこっちの方がいいわ。甘くて赤くてドロッとしてて美味しい。あれ、私どうなっちゃったの？燃えるように熱いわ。何が入ってたのかしら。うわ、説明を読むべきだったわ。そのうち収まるから大丈夫よ。私が先。私よ。いいじゃん。もう、じゃあいいわ。世界で一番好きな味、食べて。もう一袋いけちゃう。見てよ、かわいいでしょ。ピンク色。でも食べる前にちょっと試したいことがね。これをね、こうやって植えてさ、水もしっかりやって育て、ゼリービーンズ。あとは待つだけ。わあ、
くいった。綿菓子の育つ種、甘い匂い。おいしいだよね。私はグレープソーダ。では開けまして乾杯。あれ、全然甘くない。なんでだろう。水みたいに透明だ。そりゃ甘くないか。これ入れてみたら。綿菓子？すっと溶けるはずよ。ほら、炭酸がいい仕事してる。すっごくピンクになったけど。私もやってみる。ピンクになーれ、ピンクになーれ。ナオミ、おい、飲むの手伝ってよ。じゃあ乾杯。すぐになくなっちゃいそう。うわあ、甘い。先開けなよ。オッケー。うわあ、これも素敵。ピンクのスプリンクル。これはグミの玉だわ。そろばんみたい。持ってて。スプリンクルを出すから。こうすればグミをつけ放題でしょ。それ転がせ。本当にピンク一色ね。ではいただきます。甘い。私も同じかな。ワクワク。こっちの方がもっといい。あいほえ、石みたいに硬い。ちょっと分けてあげる。これで気分良くなるよ。ほらね。てかこれそもそも何よ。食べ物じゃないよね。シャボン玉じゃん。ねえナオミ。うん？わあ、シャボン玉だ。どんどん吹いて。きれい。全部割りたい。私もやっていい？ワン、ツー、スリー。それ。食べられないけどこれもありね。ここはどこ？ああ、とってもカラフル。開けてみる？先に開けて。うん。ああ、虹の色だわ。すごくない？すごい食感。ジュースが弾ける。あ、舌が変よ。舌がなんだって？うわ、これ治ると思う？もう一個食べてみよう。あと2食。完食いたしました。カラフルになるかしら？口の中で虹色に光ってる。すっごい。開ければ。うん。うわ、目玉だ。これって本物？美味しいのかな。フルーティーな香りね。うわ、紫色に見える。目が紫になったからよ。ほら、見てみな。本当に紫色だわ。すごい。他のを食べたらどうなるかな。目の色が変わった。オレンジ色になるかな。それとも緑？すっごい。いろんな色に見える。うん、すっごい。ちょっと遊んでみよう。
やっほー、私たち二人とも虹色ね。行くわよ。うわ、こんな氷見たことない。私のは、うわー、こんなすごいケーキ見たことない。ちょっと味見しちゃおう。あ、取りすぎちゃった。甘くて美味しい。どれだけでも食べられちゃう。ずるい、私もあんなの欲しかったな。やっぱりテーブルマナーを守らないと。じゃーん、スパチュラ。待って、ダメだ。どうしよう。待てよ、ちょっと小さすぎ。そうだ、これを使ってみようっと。これで溶けるんじゃない。熱風が気持ちいい。よし、うわー、完璧。これ取っておいてよかった。爽やか。ちょっとルナ、もうどうやって切ればいいの。あ、そうだ、ねえ、それ私のよ。カップが必要なの。あ、そう、なんで。ほら見てて、バターみたいに切って横に引っ張ればコップ入りのケーキよ。見た目も綺麗でしょ。確かにすごいアイディアね。味見していい？ありがとう、探してたの。え、どういうこと。とっても美味しい。ほっといて、もう。行くわよ。わお、見て、ソーダと人形よ。今までで一番ね。ソーダとシャボン玉、最高だわ。とっても嬉しい。ねえドリー、親友になりましょう。シャボン玉か、どんどん出る。ほらこんなに。わお、なんて素敵な人形なの。ねえ見て、私も人形がいいな。ねえエリー、一体何するのよ。ただのシャボンよ。人形はどこ。なんてことしてくれたの。大丈夫、助けたわ。気持ち悪い。こうすればいいんだわ。バスタブを出してスパの時間よ。ソーダできれいにしてあげる。すごいシュワシュワ。中に注いで、まるで泡風呂みたい。シャワーを出しましょう。汚れを取らなきゃ。リラックスしてドリー、私が全部やってあげる。気持ちいい。ちょっと味見しちゃおう。見なかったことにしよう。そうね、いい考えがある。ソーダを開けてシャボンの棒を取り出す。ソーダに注いで全部残らずね。ソーダバブルを作るの。うまくいくかしら。お願い。舌が変な感じ。できた、ピカピカよ。肌も輝いてる。わお、このシャボンを見て。美味しいわ。ちょっと待って、私もソーダがあるわ。バスタブから飲んじゃおう。あー美味しい、これはいいわ。大満足よ。私のも試さない？いいの？ワン、ツー、ゴー。じゃんけんポン。ああ、引き分けね。よし、私の勝ち。ほら見て、素晴らしいわ。リンゴ飴よ。ちょっとくれない。ダメよ。わかった、私のだもん。おいしい。私は何かしら。嘘、冗談でしょ。リンゴよりずっといいわ。ピュンピュン、サニー捜査官出動。そうだわ。えい、これでバッチリ。おっと、リンゴを出しなさい。そんなのやめてサニー。どうかしら。私は本気よ。それで、
おお、わお、これは予想外ね。いいアイデアが浮かんじゃった。スプリンクルを忘れてたの。リンゴにかけて、わっはっはっはん、どんどん良くなっていく。もう一つやらなくちゃ。ロリポップとリンゴを交換して、私がこれを食べる。え、何が起きたの？やだ、一体どこから？全部うまくいったわ。うん、カリカリ。ありがとう、エリー。いいのよ、私はこれで満足。うえ、どうしたの？すごくまずい。大失敗だわ。うえ。お先にどうぞ。優しいわね。あら、楽しそう。オッケー、次は私。すごい、バブルガム。やだ、そんなのずるい。私のせいじゃないもん。うるさいわね。これで何とかしなくちゃ。どんな味かしら。どれどれ。うん、悪くないわ。もう待てない。やだ、何か変よ。う、超酸っぱい。そんなにひどいの？最悪よ。私はガムでよかった。全部食べちゃおう。わお、超おいしい。もっともっと。シェアしない？いや、無理。友達じゃなかったの？そうだわ。ロデオタイムよ。イエイフー。ちょっとやめてよ。もう私のもの。ダメ、私のよ。私のくっさいブーツをあげる。これってギブアップよ。もう悲しまないで。え、どうぞ。最高よ、エリー。うん、おいしい。あれ、食べ物はチャレンジじゃないの？何もないじゃない。どうすればいいの？わからない。ん、この光はここから選ぶのね。回してみよう。よし、私が先に回すわね。やった、赤いガム。あ、出てきた。早く試してみたい。形が楽しいわね。味はどうかな。見て、ほっぺが赤くなった。私も。今度は何かな。ピンク色のガムだ。ワクワクするわ。わたあめみたいだわ。おいしそう。まさにわたあめ。これは何なの？いやー、お菓子のサンタみたい。今度は私。ナイス、紫色。さすがにヒゲは生えないと思う。ブドウのお菓子みたいね。いくわよ。わお、これおいしい。見て、髪の毛が紫色になったよ。似合うわね。私も欲しい。黒いガム、どんな感じなんだろう。ブルーベリーみたい。それ、お味は何かな。うわぁ、魔法みたいな味がする。歯が真っ黒よ。最悪なガムばかりね。私は青よ、やった。あれ、なんか脳みそみたいじゃない。青でもないし、グミみたい。ん、味は美味しいわ。なに、どうしたのよ。このマスクきつい。騙されたわ、面白い。一緒に開けてみよう。いい？え、また空っぽなの、なんで。あ、光り始めた。わお、大きい。こんなの初めてだわ。先に開けていいよ。 OK、 行くよ。
わあ、信じられる、大きい。いいでしょ。すごい、羨ましい。わあ、落ちて転がっちゃったわ。もう最悪、集めに行かなきゃ。私も開けてみよう。え、これは何？ガムじゃないの？試してみるか。ベタベタする。しかも伸びる。これ食べられんの？匂いだけ嗅いでみようかな。気持ち悪い。これでどうしろっていうのよ。もう意外と楽しいかも。はあ、やっと元に戻った。え、あなた誰？え、そっちこそ。あ、ごめんなさい、違うチャレンジに来ちゃったみたい。ねえ、ちょっと聞いてよ、信じられないの。まあいいや、説明するのがめんどくさい。オッケー、おかえり。3、2、1で、開けさせない。引っかかったこれすごい、超酸っぱいキャンディーだ。これくらい平気さ。まずは1個。ただのキャンディーだろ。大したことないな、全然平気だわ。ちょっとそれ行き過ぎじゃないの？口の中がパーティーみたいだ。あれ、変な感じする。うわ、なんかスーパーパワー手に入った。じゃあどうすんの？目からレーザーで何をするって？マシュマロ焼けるじゃん。なにそれすごい。こっちは何かな？同じやつ。でも私は緑か。善は急げってね。甘い。よし、こんがり行きましたっと。トーマス、一つ私にちょうだいよ。いや、これはいたずらだな。なんだ、ブロッコリーだ。どうしてこうなった？ディナー？何よ、私関係ないし。まばたきしたらそりゃそうなるわよ。いや、いらない。俺が先な。うわ、酸っぱいペンシルキャンディー、また当たりだ。どれくらい酸っぱいのかな。いや、私は緑ってルールだから。んじゃ、全部もうらいい。うわ、舌がピリピリ震え。それ大丈夫？平気平気、これ平気。ああ、落ち着いてきた。なんか楽しい。こっちもパーティーだ。嘘でしょ？それ全部口に入るの？うわ、すごいな。いや、やっぱやめとけよかった。トマホーク！ブルルル！うわ、効いた。じゃ、次は私ね。あれ？エイリアン出てきた。この子かわいいな。そうだね、えトーマス。いや、地球人の君、私は火星人だあれ、このマークってなんて意味だっけ。まあ、いっか。あ、中にキャンディー入ってる。それ本当に食べるの？もちろん。美味しい、これ。毎日食べたい。あれ、
なんか変な感じしてきた。ティナ、どうした？何があった？いやー、捕まえないで、埋め込まないで。うわ、これ本当に怒ってるのか？おい、これの友達に何した？中に入ってろよ。絶対近づかないからな。サラ、開けてみて。あんたも開けてや。赤いわ。すごく綺麗じゃない？食べるにはスプーンがいるよね。1、2、3。パンにつけるより直接食べた方がずっと美味しいと思わない？サラ、ちゃんと息してる？私は一度にいっぱい食べる方が好き。口がいっぱいになるのが好きなのよ。ふう、お腹いっぱいになってきた。ほんとね。待って、せっかく綺麗な色なんだから絵でも描かない？うちなる芸術家を呼び覚ますなよ。うん、バランスはどうかな。私は自分の感覚に従うわ。見せ合いましょう。それ私？うわあ、お互いそっくりね。お互いではないわよ。プロ並みの絵だわ。でもアートって主観的なものでしょ。待って、じゃんけんしよう。チョキの勝ち。私からよ。一番好きなフルーツ、新鮮で綺麗だわ。私は何かな。よだれが出ちゃいそうなイチゴ。ルビーみたいに綺麗な色ね。まだよ。はい、この小さな手どう？分かったわよ。もっと楽しくしよう。赤い手よ。いいでしょ。始めよう。3、2、1、ゴー。小さな手頑張って。うん、ゆっくり。ああ、こうやって。あとちょっとよ。こんなの無理よ。もう。サラ、どうやって食べ終わったのよ。手がしっかりしてるの。私の手だってしっかりしてるわよ。本当の手が一番よね。ま、それでも私の勝ちだけどね。先に開けていい？お願い。いいわよ。うわぁ、大きなロリポップ。そっちにも入ってるんじゃない？そうかも。あれ、何も入ってない。ちょっと信じられる？え、マジで？あ、そうだ、魔法をかけてあげる。いくわよ。うお、どうやったの？お願い。うん、もう一回。これでいい？自分でもびっくりしちゃった。ああ、よだれが止まらない。いい匂い。うん、これ本物の綿菓子だわ。ああ、口の中でとろけてる。うん、おいしい。最高。うん、リジ、クリスマスツリーみたいに光ってるよ。え、何？あ、手が、全身が光ってる。落ち着いて。もっとひどくなったわ。もう、わざとやったでしょ。開けるのが楽しみ。あ、ちょっと、どういうこと？失敗しちゃったのかな。これじゃあ時間の無駄よ。どうすればいいの？お飲み物はいかがですか？遅れてごめんなさい。好きなのを選んでください。何これ。ああ、すみません、
中身を忘れてました。炭酸が効いてますよ。おいしいですよ。はい、どうぞ。乾杯。おいしい。飲んでも大丈夫みたいね。カップまでおいしい。信じられない。ねえ、食べてみて。食べられるわ。結構いける。飲み物よりもおいしいわ。私は青、オレンジ、緑色、じゃあ黄色。味もミックスできる。柑橘系、おいしい。食べ過ぎちゃいそう。完璧な食事だったわね。今回はうまくいくはずよ。行くわよ。やったー、両方とも美味しそう。食べてみよう。準備できた？綺麗な色。お腹空いてる？死にそう。ワン、ツー、スリー。口の中で溶けるからどんどんいける。よし、待てよ、私のは大きいわね。そうだ、並び替えちゃえ。よし、完璧。これで一気に食べられるわ。口を大きく開いて、さあ食べるわよ。ごちそうさま。これには歯が立たないわ。最初のチャレンジ、食べ物はどこだ。このチャレンジおかしくない？壊れてるのかな。ちょっと待ってよ。ナイス、楽しそう。わお、私が先にしてもいい？まあいいか。ありがとう。ダメダメ、今のは練習だから。もう一回。ごゆっくり。もうイライラする。本が進むな。一回でいいから当たり出て。先やって。もう終わったの？オッケー、やった、最高。わお、すごいすごい。うわー、おいしそう。な、何か用？転んでケーキの中に入っちゃった。そんなわけ。もっと食べる？ワクワクするわ。見ちゃダメ。いくよ。悪くないわね。匂いもいいし、楽しみ。おいしい。喉乾いた。私も飲みたい。もちろん。スイカのソーダ、すごい。乾杯。何してるの？シャリシャリするけどいい味。さすがに下品すぎる。ごめん。あ、そうだった。わお、これ見て。すごい。って、大丈夫？はあ、欲しい欲しい欲しい。このボール？ボール、投げて。変なの。まあいいや、たくさんあるし。最高、取ってきたよ。もう一回。あげる。本当？やった。あとで話そう。今度は何かな。
うわ、小さいスイカのキャンディー、美味しそう。これは何のため？食べられるのかな。これ口用みたい。あー、なるほど。あ、チャレンジだからしょうがないか。はい、笑って。歯医者さんにいる気分。に、似合う。はは、全然面白くない。お菓子の時間。食べるの難しい。変な顔。最高。私の番よ。スイカのアイスだ。クリーミー。この中寒くない？動けない。助けなきゃ。そうだ、緊急用のドライヤー。タオルで包んで。どう？溶けてきたんじゃない？ダメだ、時間がかかりすぎる。寂しくなるな。友よ、バイバイ。溶けた、溶けた、大成功。嘘、嬉しい。このアイス美味しい。もう私が先ね。俺が先だよ。同時に開けよ。じゃーん、めっちゃ美味しそう。じゃあ飲んでみる。よし、3、2、1、ゴー。先に飲み終わるのはどっち？よし、次。あ、負けてるし、追いつかなきゃ。お、負けないわよ。もうすぐだ。終わった。びっくり。じゃあ引き分け？ああ、お腹いっぱいだ。楽しかったけど。これ俺の？スピーチするの？やっぱりお腹と体のおかげですね。待ちきれない。先に開けるよ。これもしかして青のキャンディブルーラズベリー。めっちゃうま。すぐに食べ終わっちゃいそう。あと一つ。あれ、なんか寒気がしてきた。あれ、手が凍っていく。すっげえ気分。なんだこれ。飲み行くぜ。予想外の展開。あ、そうだ、温めてあげなきゃな。じゃあ行くよ。うわ、辛い。うわあ、あれ、一体何が起きたの。元に戻ってよかった。私の番。うわぁ、ちっちゃな足みたい。フルーツポッチみたいな味。あれ、何？足が動き出してる。ああ、行かなきゃ。勝手に動き出してる。じゃあ、また後で。ナオミに二度と会えないかもしれないんです。これを食べてすぐに勝手に足が動き出したんです。本当に心配なんですよ。トーマス、ナオミ、本物だ。ケイジさん、ありがとう。楽しかった。会いたかったよ。よかった。先に開けなよ。うわー、赤のメントスなんて初めて。美味しいのかな。試してみようっと。うまそう。ねえ、見て、天気はどう。うわ、いっぺんに落ちてきた。思いっきり頬張ってる。すっげえ。俺のは何かな。うわ、大好きな色だ。食べちゃおうっと。
ちゃふわふわ。あれ、ここは雲がある。かなりの高さかも。まあいいか。ああ、死にたくないよ。あれ、こんなところに。食べちゃおーっと。うわ、どんどん落ちていく。やばい。トーマス、どこに行ったのよ。トーマス、トーマス、遠くには行ってないはずよ。ねえ、トーマスってば。心配したのよ。すっごい景色だったよ。イエーイ、準備はいい？わあ、チューブに入ったガムがたくさん。しかもお気に入りの味が揃ってる。まずはこれから。絞り出して食べてみようっと。おいしい。ね、全部おいしいよね。ちょっと待ってよ、私より大きい風船ガムが作れるって？ゴー！早く噛むわよ。なんでそんなに手があるのよ。私が勝つからに決まってんじゃん。そんなのずるいわ。あとは膨らませるだけ。顔についちゃった。じゃあさ、お寿司も作る。いい感じね。わあ、どんどん大きくなる。全然取れないんだけど。わお、綺麗だわ。どこまで行くかな。ここからだと全部見えるような気がする。ほら、こっちに来るな、バカな鳥。わあ、落ちる。もう、あちこちにガムがある。あれ、どこに行った。どこから降ってきたの。空？これは現実？あのね、さっき飛んじゃったの。最後のチャレンジだよ。準備はいい？わお、スパゲッティのガムだね。綺麗。フォーク持ってきてよかったわ。よし、食べてみよう。ん？何か違う気がするけど。わお、見て、おしゃれになっちゃった。こんにちは、美しいね。とても綺麗だよ。そうだ、忘れる前に。私に？本当？でもなんで来るって分かったの？ああ、いい匂いだわ。ちょっと、聞こえる？ねえってば。変なやつね。今のうちに食べてみよう。黒って嫌な思い出しかない。そうだ、いいこと考えた。これで編み物をしてみよう。幸せ、夢が叶ったわ。あ、息はどうかな。うえ、このガムを食べて何とかしなきゃ。早く噛んで。え、何？戻ってきちゃった？何してるの？あ、戻ってきたわね。スカーフを編んだのよ。ガムを使ったから食べられるんだ。おいしい。一口食べてみる？そうね、こんな機会ないし。わ、確かに美味しい。私から。待って、何あれ。また引っかかった。うわぁ、スイカのスニーカーだ。うわぁ、ちょうだい。やめて。いいじゃん。ダメ。ちょっと試してみよう。一度やってみたかったの。すっごい ASMR になるわ。この音はどう？こする音はどう？切ってみよう。おいしそう。早く食べてみたいな。おいしい。
めて。え、わかったわよ。好きじゃないのね。ありがとう。次は私の番。はあ、かわいい。アイスキャンディー大好き。食べてみよう。うん、おいしい。最高。うわ、冷たい。うわ、見て。スーパーパワー持ってんの？すごい。大丈夫？助けてあげる。よし、オッケー。見えなくなるところだった。先に開けていい？うわー、スイカのカップケーキ。めっちゃ美味しそう。いい匂いだし。うわー、最高だ。止まらなくなりそう。もっと食べたいわ。わあ、そうだ。カスを集めてから埋めてみよう。うまくいくかな。よし、うまく育ってね。見て、芽が出てる。うわあ、信じられない。スイカができてる。うわあ、スクイーズみたい。ああ、リラックスできるわ。ストレス解消にぴったり。あ、いい感じ。ねえ、そっちは何？よし、見てみよう。え、ゲームのコントローラー？どういうこと？何が起こるんだろう。サニー？消えちゃったわ。ゲームのキャラになったの？うわ、逃げなきゃ。捕まらないわよ。逃げられるかしら。もっとエクササイズしなきゃ。もうすぐゴールだ。よし、ゴールイン。やっほー。無事に戻ってこれたのね。信じられないことが起こったの。うわ、見て、スイカのパックマン。食べてみよう。頑張った甲斐があったわ。新鮮。あ、スイカ大好き。リリーも食べてみる？はい。あ、ありがとう。めっちゃおいしい。準備いい？先に開けていいよ。これもスイカのお菓子？やった！あ、いいこと思いついた。それ。ふう。食べ物で遊んじゃダメだよ。今度は私ね。おいしそう。スイカのグミ。どんな味がするんだろう。え、スコアボード？え、なんでゼロなの？最悪。やった。そういうことね。私に勝てると思ってるの？全部口の中に詰めなきゃ。アマチュアね。私はプロだから負けないのよ。本当に完食。20、よし、引き分けか。絶対に美味しい。軽くってふわふわ。今度は待って、私が先なのよ。はいはい、いいよ。スイカのゼリーだ。やった、きれい。弾力もあるし。いい味。うらやましい。
美味しいものお願いします。キャンディー棒？ちょっと地味。まあいっか。意外と美味しいかも。キャンディー棒なんてつまらない。イヤリング、一体何してるの？見て、これでもつまらないって。ずるい。おしゃれなんだから華やかでいいな。うわ、髪の毛にくっついちゃった。まあでも食べられるし。くっついちゃって全然離れない。どうしよう。ああ、痛そう。助けてよね。そうだった。はい、何があるかしら。わお、すごい巨大なグミベア、最高だわ。ワクワクする。ああ、なんてかわいいの。お腹が空いちゃった。さあどうぞ。おいしい？うん、変なの。ただ食べればいいのに。うん、すごくおいしい。本当にジューシー。全部食べちゃおう。待って、ねえこれを見て、チョコバーが入ってる。なんてクールなの。よしよし、ああ幸せだわ。手術しないと。大丈夫、やり方は分かってる。映画で見たもの。すべて順調。切開を開始する。そーっと優しく、ミスはしたくないわ。ふう、順調ね。次に胸を開けて、鉗子を使ってね。次に手を入れる。綺麗じゃないけどやらなくちゃ。チョコをゲット。手術は成功ね。まだ終わってないわ。新しい心臓を入れるの。気分も良くなるわよ。これでよし。あとは絆創膏。ミッション完了。ハードだった。じゃあいただきます。うん、チョコ大好き。超おいしいね。え、楽しい。あなたはママの誇りよ。こんなに高く跳ねてる。やだ、どうしよう。作り直さなくちゃ。やり方は分かってる。型を使ってグミベアのかけらを入れる。ドライヤーが必要ね。グミを溶かすのに使うの。いい感じ。固まるまで待って。もう型から外せそう。わあ、見てよこれ、グミピカチュウよ。もう一つあるの。おいしそう。おいしい。まさにグミベアが望んでた形ね。ハッピーエンドって大好き。開けてみましょう。あれ何？この隙に。ちょっと騙したわね。そっちがその気なら。わお、綿あめ。なかなかいいじゃない。で、どうする？うん、そうね。わお、どこから出てきたの？待って、いい考えがある。綿あめを水に浸して消えていくわ。ねえ、何か入ってる。チェリービーンズ。すごくクールね。よく調べなくちゃ。味はどうかしら。すごい、おいしい。もっと欲しい。よし、私の番。水に入れて。あら、何か見えるわ。これ何？すごく変。う、ひどい匂い。ペットフードかしら。試してみよう。待って、悪くないかも。お、本気なの？おいしいわ。そんなものを食べるなんて気持ち悪い。まあいいわ、まだ綿あめがあるし。行くわよ。ワクワクする。何が入ってるの？え、いつもと違う。ボタンだわ。ほら、押してみて。そう言うなら、これは。あっ、そうきたのね。ちょっと落ち着いて。こんなの嫌。超ウケる。なんとかしてよ。待ってて、私も持ってるの。便利なものが出るかも。ちょっと待っててね。ミステリーね。うん、これは何？よく見えない。取り出してみよう。
ヘビー、やだもう無理、助けて、取れた。あれ彼女は変だわ、やだ、んじゃお次ねえ、チャレンジは途中でゲームなんかしてトーマス、何これ初めて見るな。でも使い道はわかるよね、パクッと新しい歯どうねえトーマス、どうも新しい前歯です。なんだそれ、うわうわ、なにそれ、そっちが面白いじゃん。大丈夫、歯は折れてないよ。でも明日痛くなるやつでしょ。次は俺の番だな。なんだこりゃ、こんなすごいキャンディーなんてあるか。ルビーの赤、俺の色だ。スパイキャンディーもあるな。しっかりつけて、絶対美味しいはず。これこれ、これが欲しかったんだ。うまい。トーマス、あなた大きな赤ちゃんみたい。うわ、冗談だったのに。うわ、ママどこ、うん、よし落ち着いた。赤ちゃんって手がかかるわね。トーマス火事よ、へへん、うわあ抹茶味おいしいのよね。ポッキーがまずいわけない、これはラッキーだわ。なあ煙一つ上がらないけど。ごめん嘘だから。想像以上の味、刈りたての芝生の中で日向ぼっこするような味。ああ、どこ行っちゃった。ティナー、もしもし、まあいいか、俺の分と。じゃーん、出たって、これはなんだ、小さな消火器。なるほど、でっかい赤唐辛子ね。じゃ一丁ありますかと。なんだかあったかく。うわ、やっぱ火事だ、消さないと。ふう、二度と丸かじりはごめんだ。こっちはうまい。トーマス、あなたちょっと変じゃない。せーの、やったスキットルズ大好きだよな。もちろん一袋いっちゃう、緑がたくさんだといいな。よし仕分けるぞ、緑はこっちと、これ以上の方法はなし、完璧。あと一つ隠れてた、すごいな。あれ、おい開けよ、開けたら。この作業大好き。トーマス、開けよ、破いてやる、この袋、お願いします、開いてください。ダメか。わかった、私にやらせて。こうするんだってば。あ、避けろ、スキットルズの雨あられや。やんだやんだ。で何を食べろって。わざとじゃないの、ごめんなさい。まあここに赤いのが一つあったよ、ないよりはマシか。待って、私の赤いの全部あげる。いいの、おいしい、これで許してね。赤ちゃん時代って最高、
ずっと寝ていられるし、何でも哺乳瓶で食べられます。哺乳瓶って楽しいですよね。ん？この箱なんだろう。ちょっと見てみよう。わお、すごい。うん、日記ね。わあ、ナオミ可愛かったんだ。うん、これは古い哺乳瓶かな。ねえナオミ、見て、こんなの見つけた。うん、ちょっと、どこで見つけたの。私の日記に私の哺乳瓶返してよ。あれ、これはもしかしてチャレンジ。待って、その前に対決よ。うん、かかってきなさい。ゆっくりゆっくり待て。どっちの方が早いかな。それ、同じタイミングだったわね。これは何？なんだろう。私のは氷の哺乳瓶？飲んでみるしかないか。美味しい。どう？うわ、何かが起こってる。私の哺乳瓶も。すごくない？え？ここは？スーパーパワーが使えるみたい。うそ。私も。やめて、やめてよ。炎の攻撃。私は火の女よ。私は氷の女。そろそろやめとく。ああ、激しかった。氷とすすまみれ。私が先ね。わお、お菓子がたくさん、飴が詰まってる。すごーい。こっちはどうかな。私のも一緒だ。世界一の哺乳瓶ね。確かに最高。うん、いい味。外側のお菓子も甘くて美味しい。さすがね。うっそ、また瞬間移動しちゃった。わあ、かわいい。それに甘そう。かわいい。うん、ちょっと邪魔くさい。うっそ、この飴大きくない？しかもたくさん増え続けている。飴がたくさん。ストップ。今度はやった、私が先。なんで？なんでも。これ見て、カラフルな哺乳瓶。すごい、同じの欲しいな。わあ、ちょっと違うけど私のもカラフル。哺乳瓶といえばゴム製の飲み口が最高。見て、弾力性がある。私のはストローの方が飲みやすいかも。私はこれでいいや。飴にくっつくから。ねえ、見て、花火みたい。わあ、おいしそう。ん？味が変わってきた？うわ、酸っぱい。大丈夫？ほら、これ飲んでみて。信じられない。はあ、美味しかった。どうしたの？髪の毛すごく綺麗。鏡。わお、人魚姫みたい。ナオミも飲んでみて。
フルで素敵。自撮りしなきゃ。レインボーカラー最高。私が先に開けるわね。うそ、チョコの哺乳瓶やった。早く開けてみて。よし、それ。うん、私の哺乳瓶もいい感じ。あら、そう？何？そっちの方がいいって？私のが一番。はあ？私のが一番。私のが一番。こっち。違うって。おいしいもん。ほら、見せてあげる。わあ、ボタンが出てきたんだけど。押してみる？一緒にね。今度は私からね。うん、緑色のスライムの哺乳瓶。見て、ベトベト、トロトロ、いいかも。スライムって大好き。そうかしら。ストローがあってよかった。スライムの風船。へえ、すごい。大きくない？スライムまみれ。本当だ、やっちゃった。そっちは？そうね、忘れてた。はちみつの哺乳瓶、甘くていい匂い。私のスライムはそうでもない。このまま飲んじゃえ。失礼、蜂の警察だ。特上蜂蜜を飲むのは違法。人間用じゃないから没収だ。行くぞ、一緒に来てくれ。連れて行かれちゃった。これもらっちゃおう。今度は一緒に開けよう。やった、ミルクチョコとホワイトチョコ、絶対に美味しい。わお、チョコ大好き。美味しくない？そうだ、いいこと考えた。いちご、上にチョコをかけて食べるの。何それ、天才。いただきます。10倍美味しくなった。全部ホワイトチョコをかけちゃえ。チョコレートバーにホワイトチョコ、最高。こんなに美味しいお菓子初めて食べる。私はどうしようかな。そうだ、ハンバーガー。え、ハンバーガー？チョコをかけたら美味しいんじゃない？だってチョコだよ。間違いない。こんなもんかな。それでは早速。ハンバーガーとチョコ相性抜群。うそ、本当に？変なの？刑務所って最悪よね。マジで最悪。対応も最悪だし。あ、おやつの時間だ。1日かかったんだから。はい。おいしそう。召し上がれ。私の、私のよ。話してよね。やだ。うわ、出られた。やってみよう。私から。待って、何あれ。また引っかかった。うわ、す
スイカのスニーカーだ。うわちょうだい。やめて。いいじゃん。ダメ。ちょっと試してみよう。一度やってみたかったの。すっごい ASMR になるわ。この音はどう？擦る音はどう？切ってみよう。おいしそう。早く食べてみたいわ。おいしい。柔らかい。もうやめて。わかったわよ。好きじゃないのね。ありがとう。次は私の番。はあ、かわいい。アイスキャンディー大好き。食べてみよう。おいしい。最高。うわ、冷たい。うわ、見て。スーパーパワー持ってんの？すごい。大丈夫？助けてあげる。よし、OK。見えなくなるところだった。先に開けていい？うわー、スイカのカップケーキ。めっちゃ美味しそう。いい匂いだし。うわー、最高だ。止まらなくなりそう。もっと食べたいわ。わあ、そうだ。カスを集めてから埋めてみよう。うまくいくかな。よし、うまく育ってね。見て、芽が出てる。うわ、信じられない。スイカができてる。うわ、スクイーズみたい。あ、リラックスできるわ。ストレス解消にぴったり。あ、いい感じ。ねえ、そっちは何？よし、見てみよう。ゲームのコントローラー？どういうこと？何が起こるんだろう。サニー？消えちゃったわ。ゲームのキャラになったの？うわ、逃げなきゃ。捕まらないわよ。逃げられるかしら。もっとエクササイズしなきゃ。もうすぐゴールだ。よし、ゴールイン。やっほー。無事に戻ってこれたのね。信じられないことが起こったの。うわ、見て、スイカのパックマン。食べてみよう。頑張った甲斐があったわ。新鮮。あ、スイカ大好き。リリーも食べてみる？はい。あ、ありがとう。めっちゃ美味しい。先に開ければ。うわー、スイカがいっぱい。でもどうやって食べようか。そうだ、指輪を使ってみよう。果肉に押し付けてみよう。こんな感じ、完璧に丸くなるわ。次は重ねてみよう。ケーキみたい。まだ終わりじゃないのよ。これをかけなきゃ。よだれが出てきちゃった。いろんな色を使ってみよう。スプリンクルをかけてっと。よし、完璧。すごく美味しそう。食べてみる？ありがとう。いただきます。うわ、サニーって天才。気に入ってくれてよかった。そうね、天才的。最高のアイディア。どうなってるの？うわ、すごい。そっちも開ければ。何が入ってるんだろう。どういうこと？キャンディーの香りがするけど。キャンディーだ。ああ、ジャムをつけてみよう。絶対に美味しいはず。うわ、最高。食べてみる？待ってました。スイカのジャムなんて初めて。おいしいかな。そうだ、
このスプーンでスイカケーキを食べてみよう。サニー、美味しかった。最高のチャレンジだわ。ねえ、鏡を見た方がいいわよ。なんで？うわ、やばい。うわ、これを使ってみる？気をつけてね。動かないで。かなり時間がかかりそうね。じゃんけんしようよ。じゃんけんぽい。私の勝ち。ん？意外な展開。何これ？うわ、リリー、どうなってるの？まあいいや、食べてみようっと。うわ、何これ、変なの。じゃあもう一度。マジで？めっちゃうざい。待てよ、そうだ、歯ブラシを使ってみよう。うまくいくかも。ジェルを歯ブラシにつけてみよう。今のところ平気だわ。よし、うまくいった。歯磨き粉よりいいわ。戻らなきゃ。無事だった。じゃあ私の番ね。炭酸飲料、喉が渇いてたの。あ、出てこない。あ、そうだ、ロイヤルゼリーだ。うわうわ、めっちゃ美味しい。歯ごたえもいい。全部食べちゃおう。サニー、食べ過ぎじゃない？すごく美味しいのよ。あ、拍手。なにこれ、キモい。すごい顔してるし。笑い事じゃないわ。めっちゃ笑える。くさい。よし、実験の準備ができたわ。じゃあここにコップを動かして、こぼさないように気をつけなきゃ。やったー、実験成功。次は味見をしてみよう。なにこれ、マジで？すっごくエキサイティング。さあ一緒に開けてみよう。うわー、めっちゃ美味しそう。あれ、なんで普通のアイスクリームなの？さあね、私には地球儀が入ってた。まあいいわ、アイスクリームを食べればいいんでしょ。いつもの通りの香りね。あれ、変ね、食べれないわ。わかった、ピンク色のサングラスをかけてみればいいんじゃない。すごい、アイスクリームがピンク色になった。めっちゃ美味しそう。ピンク色だったら食べられるかも。地球儀を開けてみようっと。うわー、ぷにょぷにょ。それにめっちゃ美味しい。あれ、なんかちょっと変だわ。うわ、こんなに大きくなっちゃった。うわー、遠くまで見渡せる。あれ、どこに行っちゃったの。すんごい、立ったまま地球全体を見渡せるわ。よし、次のを開けてみよう。うわ、今回のは面白そう。私のは空っぽ。あなたのが欲しかったのに。泣かないで、大丈夫よ。二つあって、二人ってことはどう計算するんだろう。繰り上げればいいのかな。あ、 X を求めればいいんだ。
教科書が必要かも。変数を計算できれば。なんで私だけ。わかった、2つ入ってたから1つあげるわ。でも私は青なのに食べ物はピンク色だわ。ごめん、やっぱり受け取れない。見て、お皿に乗せたからもう殻じゃないわ。うお、見て、色が変わってる。すごい、青くなった。でも私のはピンクのまま。じゃあ一緒に食べよう。うん、めっちゃ美味しい。ちょっと待って、また何か起こってる。体の色も変わっちゃった。うわ、私も。私が先に開けるわね。わー、見て、やった、グミのロールだ。一口食べて広げてみようっと。うわ、すごく長いわね。こっちからいただいちゃおうっと。まだまだ続いてる。ねえ、ちょっと、それは食べ過ぎ。ごめん、美味しそうだったからつい。めっちゃ美味しい。おお、キャンディーの口紅だわ。フルーティーな香りがする。あ、ね、すっごく美味しい。いい香りがするわ。ね、唇に塗ってあげようか。うん、お願い。何を塗ってもバレないはずよ。食品着色料って便利。おっと、証拠を隠さないと。じゃあ行くわよ。よし、うまくいってる。もっとすごくしちゃおうと。もう何色か使っちゃえ。唇の周りを赤くしちゃおう。さらにその周りを青にしてと。めっちゃ笑える。ねえ、終わったよ。ねえ、起きてよ。ああ、お昼寝気持ちよかった。新しいメイク見たい？え、何これ、これすごい気に入っちゃった。さすが親友、本当にありがとう。ああ、もう暑い。ああ、全部飲み干しちゃった。しょうがないから続けよう。うわ、やったー、冷たい飲み物。早く飲みたいな。爽やか。ストローで飲もうっと。おいしい。一滴も残したくないわ。はあ、もうなくなっちゃった。もっと飲みたいな。はあ、まだ全然飲んでないわ。この長いストローを使えば。あ、動いてる。気をつけなきゃ。もう少し。意外と難しいな。よし、うまく入った。飲んじゃおう。ちょっと何、泥棒、ちょっとやめて。まったく、ほとんど残ってないじゃない。ちょっとちょうだい。もう信じられない。わかったわよ、ケチ。私が先に開けていい？イエーイ。え？何これ？
知らない、ワニみたいだけど。よく見てみれば。ちょっと怖い。うわ、尖ってる。あ、ボタンがあるわ。どうなってるんだ。うわあ、鼻、鼻が。指を離せばいいのよ。見て楽しい。パクパクパク。うん、そうね、楽しそう。パクパク。こんなに面白いとは思わなかったわ。今度は私の番。ん？お菓子の袋？この顔真似できるかな？むずい。さ、開けてみよう。中身は何かしら。わあ、おいしそう。すんごくかわいいし。あ、おいしそう。よし、パクパクに活躍してもらおうっと。いけ、パクパク。ねえ、やめてよ。私もなんだから。あ、この中にキャンディーが入ってる。いい匂い。ペロペロキャンディーって大好き。うわ、何してるの。うわ、ほっぺたがリスみたいにパンパン。パクパクに噛まれちゃうよ。みんなは青とピンクのどっちが好き？コメント欄で教えてね。この動画をお友達と共有して、楽しい新着動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしく。